言って逃げるもんなの。私にとっては、どうやって逃げるの。大体皆さん方のこれまでの常識っていうのは、年寄りが一人でいたらかわいそう、お一人様だと最後は施設か病院に行かなきゃいけない、現場が確実に変化してきてるので、ちゃんと選択肢がありますよ。うちの妻がそれで余命1ヶ月って判断されたんですが、ああ私聞いた方がいい、死ねた方がいい、それで家へ連れてきました。なんで自分の普段暮らしている日常の中で死なせてもらえないのかなと思う。これはスロングですよ。